同じ夢っていいなぁ。キャンピングカーあったらまあどこでも。いやー素敵ですね。いやでもそれをやられてるんで現実に。いやすごいですよ。ここがどこかというと、ドーン奥大井湖上駅。すげえ。かなり珍しくて、ね、まず色がな、すごくない？湖の色。ね。湖の上にある駅。うん、エメラルドグリーン。珍しい。今30キロぐらい山道登ってきました。じゃあ今から夢の吊り橋、山奥にある吊り橋があるみたいなんで行こうか。トンネルや。結構歩くねっていうか。歩くな。あそこ車止めれるところから15分ぐらい。うわやばい、見えた。ほんまや、やば。何あの色、えぐ。結構歩くな。結構歩く。なんでこの吊り橋は、うん、10人以上乗っちゃいけないらしい。マジで。うん、やばいね。てかめっちゃ綺麗。そんな揺れる言うても揺れへんやろ。あ、結構揺れるな。怖い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 。できるな。めっちゃ良かった。マジ綺麗。やばい。はい、今日は吊り橋の近くにある寸間岳温泉。寸間岳温泉、この度初の温泉に入ってきます。入ってこう。なんか今、タカさんっていう人が静岡にいるからぜひ会いたいって。ほんまや、コメントが来てる。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。静岡にいるんですね、ぜひお会いしたいです、インスタからメッセ送りますねって。あ、めっちゃいいやん。ハンバーグ、うん、屋さんがあるらしくて、そこで会いましょうやって。明日の11時に爽やか、うん、楽しみや。めっちゃいいやん、初めてやな。ようやく初めてやな。コメントくれた人ね、いつも会いたいって思ってたけど、結構遠い人多かったもんな。そう、めっちゃ楽しみや。めっちゃ楽しみよ。タカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。てか他の皆さんもどんどんコメントください。会いに行きますんで。日本一周してるんで、どこまででも会いに行けるんで。ありますね、こういうの本当嬉しいんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、この人かな。タカさん、ありがとうございます。おはようございます。キャンピングカーで日本一周中、チャンネル登録よろしくなー。